水戸ホーリーホークの今日のメンバーです。ゴールキーパーが山口、3バックで予想しています。楠本、鈴木、吉武、タビナス、ジェファーソン、中盤に前田、新座と森、右に村田、左に椿、前線安藤と木下の2トップ、352で予想しています。アウェーのファジアの岡山のメンバーです。ゴールキーパーが堀田、鎌野はフルス対戦、柳、ヨルディバイス、徳本、本山、河井、田中雄大を右、宮崎、木原、左、川本、チアゴ、アウベスという11人で予想しています。まあ、本当にねお互い、まあ、本当にこうサッカーのねやっぱ本質、まあ、原則のところですよね。まあ、そこは大事にしているチームですし、はい、まあ、そこにどれだけねこう主導権を握れるかと。椿、ワンツーから投げて椿のシュート、うん、堀田しっかりと見てました。まあ、堀田選手はねシュートストップ、こういうところの反応早いですからね、うん、その岡山の中盤というところをうまくねこう入り込みたいですけどね、うん、ちょっとビルドアップを変えた水戸、新座とかセンターバックの間におりました。そこからつながって木下、中に安藤がいる、木下折り返し、逆サイド椿、タビナスがフリーになっている、タビナス、ジャファーソン、最後ブロックいってたんでそこに当たってました。本山が最後ブロックいったようです。岡山、柳運んで間、田中雄大、川本溜めてシュートへ、跳ね返ってもう一回抜けてきてシュートへ、オフサイドありませんでした。最後田中雄大、チアゴ選手のところシュート、まあ、しっかり体ブロック反応してましたけど、このこぼれ川本選手から、まあ、しっかり田中選手のところですけどね。あとセットプレーですよね、岡山は ね、 そうですね、強さありますから。あといいね川本選手いいキック持ってますからね。アジアの岡山もコーナーキックです。あ、うん、場所が場所ですよ、PK、森のハンドになって PK。 触りましたがゴールイン、ヨルディバイス決めてファジアーノ岡山先制。触りましたけどね、山口選手もねコースも当たってましたしね、はい、しっかり強さがね勝りましたかね、シュートの。まあ、コースは少しねこう甘かった感じはありましたけどね。田中雄大斜めのランニングでしたけれども、もう一回近いところでつなぐ岡山、前向きで奪った水戸、うん、左椿ならば追いつく、前を取った椿、うん、自らシュートへ、村田、森抜け出しそうというところですが、前田、安藤、もう打ってきた、うんうん、サイドネットでしたが強烈なシュートでした。安藤瑞希、前田選手からのねこうパスに対して、まあ、振るのがね安藤選手のね良さでもありますし、ワタッチ鈴木、吉武、フリーで椿、うん、椿、安藤、木下、ラスト、ポストを叩きました、木下のシュート。そこから繋いでからも安藤選手はねうまくラストパスな、これを決めたかったですけどね、鈴木、吉武、左利きですが一旦戻して前田、安藤、鈴木、吉武、さらに抜けてきた、うん、木下、オフサイド、うん、オフサイド、その前の強引なとこですよね、はい、仕掛けから結構際どかったんじゃないですか ね、 すかね。クロスボール逆サイドまで流れていきます。ちょっとクリアが短い、お見合いになった水戸ですが拾います。杉浦から早めに入れてきて、おー、噛まれてきた、ランド開けました、水戸ホーリーホック1対1、安藤瑞希、
待っていました。今シーズン2点目が来ました。ここで来ました、同点弾。まあ熱いのありましたし、こう杉浦選手シンプルに入れたところですよね。これ強引に村田選手ですよね、サイドバックの選手がこう関わってきてましたから、まあ、しっかりなんかルックアップしながら、まあ、無理する動き。原久保、ニアス反らして逆サイド、こぼれた、ミドルシュート、クロスバー抜ける、あれ押し込めた、弾いた、掘った。いや掘った、いや素晴らしかったですね、堀田選手ね。すごい展開でしたね、はい、水戸ホーリオクとファジアーノ岡山、試合は1対1の引き分けに終わりました。